ドラクマの視聴覚室へようこそ。今回は財団本部の秘密兵器、ダウンエール特集よ。日本支部のダウンエール特集が意外と人気っぽかったから作っちゃった。財団本部は日本支部にも負けず、とんでもダウンエールをたくさん抱えてるわ。だから今回は2000番台だけの特集にさせてもらうわね。それでは早速、スタート。こいつはダウンエールの中で一番有名なんじゃないかな。 SCP-2000、返しかけの神。このオブジェクトはアメリカのエローストーン国立公園ってところにある地下施設よ。画像のような湖あるって有名なところね。まあこの辺は火山地帯になっていて湖の温度が高く、その温度によってバクテリアが住み分けているからこんなカラフルな湖になってるみたいよ。それでこの施設の説明。この施設は人類の再構築、文明の再構築ができるものだよ。再生したい時代を入力してスイッチオンすれば人類と文明が、その時代に即した形でも可動になるっていうとんでも機能が備わってるわ。地球 5G なら、こいつのおかげで一応人類はやり直せるのね。ただこいつはスキップ。何かしら欠点とか副作用とかないの？副作用とかは特にないわ。この再生の手順っていうのが異常っていうわけでもなく、普通の科学技術で創造された人間を世界各地に派遣し、それぞれが復興作用に取り掛かるっていうものなの。人間にも異常性はないし、異常性がない手順でしか復興作用をしないし、何も不都合はないわよ。まあ、強いて言うなら時間がある程度かかるってことかしら。一応作業道具や素材もこの施設が提供してくれるけど、どれも普通のものだし、いくらでも人材が確保できるこの施設を使っても、復興に25から50年かかってしまうわ。それでも正常性が保たれる復興の仕方ができるのであれば財団としても嬉しいんじゃない？一回人類が滅んでしまえば時間なんてあってないようなものな気がするし。そうね、しかもこの施設自体の広さや機能によって、シェルターとしても使えるわ。たった1万人はこの施設で永遠に暮らせるようなところよ。これは確かに使わなきゃ損よね。あ、一個言い忘れてた。現在この施設は一部機能停止状態になってるわよ。え、何があったの？どうやら異常な人間を1000万体異常生産した挙句、なぜか一部機能がダウンしたみたいなのよ。ただ一応財団が修理することは可能で、現在全力修理中よ。お次はドラえもんの道具にも出てきてるあれ。SCP-2003、望ましい選択。こいつはざっくり言えばタイムマシンよ。大夢の機械、タイムマシン。昨日も時渡りってな感じ？そうね、ただし過去には渡れないよ。そうなんだ。ま、財団は過去改変を嫌ってるし、過去に行くより未来の情報を仕入れた方がメリットあるわよね。ただ、このマシンで見た未来は確定事項ではなくて、一部違う未来も見えるの。それとこのタイムマシンは肉体を運ぶことはできず、脳みそと神経だけ取り除いてマシンに乗せることになるわ。それはさすがに試験体にはなりたくないわね。さてさて3つ目はこいつだ。SCP-2140、過去改変画像。こいつは名前そのまま、過去改変できる画像よ。この画像の一部を見ただけでは過去改変は起こらないの。それで過去改変の内容はどんなものなの？この過去改変では画像を見た人が財団に忠実な高クリアランス職員であったと改変されるの。へぇ、財団の人材を増やすことに使えるのね。そうね、だけどこいつは売買と文明に関係するオブジェクトみたい。コラテラルダメージって便利な言葉よね。SCP-2237、代償は常につきものだ。こいつは財団製の宇宙船団よ。この宇宙船団は、一応惑星のテラフォーミングと人類の職員を目的とする船団ね。なんか SCP-1233JB、特別退避プロトコルノアみたいな感じね。まあ宇宙脱出っていう点では同じようなものかしら。だけどこいつには、シャンク、スクラント年賀状覧機っていう装置が積んでいるのが最大の総意点よ。そのシャンク、スクラント年賀状覧機って何？シャンク、スクラント年賀状覧機っていうのは、現実改変を正規転用したものよ。この装置を使用すると、使用する対象を最初から存在しなかったものとできるものなの。なんでそんな物騒なものがテラフォーミング船団なんかに積んであるのよ。もちろんそれは、先住民を確実に消滅させるため。よ。人類が生きるためには仕方ない犠牲になってもらうってわけ。そんな決断財団にはしてほしくないわね。これならほんと SCP-1233JB 特別退避プロトコルノアの方がマシな気がするわ。お次はとある漫画に出てきたあれの上位互換。SCP-2400、時間拡張施設。こいつはゴーマンダの精神と時の部屋みたいな空間よ。ただゴーマンダみたいにめちゃくちゃな重力だったり温度だったりはなくて、扉を開けた場所の環境をコピーするわ。それと時間の進み方も違って、この空間の140秒が外の1秒と同じというものなの。つまりこの空間は、外の空間より時間が140倍速く流れているってことよ。ちなみにゴーマンダは内部の1年が外の1日だから、時間の流れは360倍と、実はここだけ上位互換だったりするの。ちょっとした豆知識ね。それで時間の流れが早いってことで何に役立っているの？財団はこの空間に研究所を設立し、そこで異常に対する研究をさせてるのよ。内部の空間の方が時間が早く流れているから、その分外から見る分には研究している時間が増えてるってわけ。結構便利なオブジェクトね。これのおかげで現在 SCP-2700、テレフォースについての研究も進んでるみたいだし、財団よ頑張れ。お次は SCP-001 を抑えるための結構大事なオブジェクトだったものよ。SCP-2798、この死に行く世界。こいつは地磁気のような異常なエネルギーだよ。財団は SCP-001、仮人の提言、過去と未来、から地球を隠すためにこれを作ったんだって。一応この SCP-001、仮人の提言、過去と未来、に関しては、SCP タイムアタック解説、リクエスト編7で解説してるから、気になる人はそっちも見てほしいな。ま、ざっくりこの SCP-001、仮人の提言、過去と未来、について解説すると、異常存在を地球にばらまくコントロールし、人間を地球から追い出して自分たちの住んでる星に永遠に遊兵させたいやつ、ってな感じよ。こんなヤバいやつに地球が見つかったらどうなるかはもう予想がつくわね。でもさっき結構大事なオブジェクトだったものって言ってたけどまさか。あ、リアルタイムの2016年11月2日に機能停止してるわよ。その後どうなったかはぜひ本家記事、SCP-001、仮人の提言、過去と未来、を見てほしいわ。さてさて今回ラストのオブジェクトはまた財団製よ。SCP-2799、公開者。こいつは財団が作ったポルトガル成功会用具ね。物的に
には、真鍮製の6分儀、方位地震、懐中時計、見張り用望遠鏡の総称よ。こいつらが活性化すると、未収容の異常活性オブジェクト、人物やイベントを収容するか、無効化するまでは非活性化することはないとのこと。さらにこれらが活性化した時に最も近い場所にいた人物は、その未収容のオブジェクトに関する幻覚を見るらしいわ。そしてこれらの道具の特性により、完全にオブジェクトの場所がわかるわ。ゴーレムと SCP-1154JP、見られるべき夢、に近いものを感じるわね。ただこっちはオブジェクトの詳細はわからないし、状態性がつくことはない。代わりに正確な場所がわかるって感じよ。だけど現在はより良い技術や人材によって未然にオブジェクトを発見することが容易になったため、これはお払い箱っぽいわ。やっぱり SCP-1154JP、見られるべき夢、の状態性付与があった方が魅力的よね。今回はこれにて終了。いやー、やっぱりタウンエールオブジェクトは規模が大きくて読み応えがあっていいわね。視聴者様も気になったらぜひ見に行ってほしいわ。それでは動画を締めましょう。財団はもっとスキップ先を活用すべきだと思う人はグッドボタン。そんなことしては正常性が保てなくなると思う人はチャンネル登録お願いします。それではご視聴、ありがとうございました。マスター。